私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。解散騒動で話題のアイドル桐原瑞希が小柄なボディーと迫力のバストを披露。お風呂や和風布団カットも収録したデジタル写真集発売中。リルネードは2019年7月に電波組二次コンジ AR メンバー募集オーディションの落選者の中から選ばれた桐原、宝優花、栗原舞優の3人で結成されたアイドルグループ。同写真集の配信日でもある28日に、ZEP ディーバーシティにて開催したリルネードサードライブ、リルン、リルン、リルン、からどんな星になったって君を見てるよから、にて惜しまれつつも解散した。桐原は148センチの身長と可愛らしい童顔フェイスで人気を集め、グループを引っ張る存在として活躍していた。2020年代のお釈迦をコンセプトにしたアイドルグループ、リルネード、元メンバーの桐原瑞希が28日に BLT デジタル写真集、ロードトリップ、東京ニュース通信社を発売した。同写真集には5月に発売された BLT グラフボル78号に掲載しきれなかったグラビアの秘蔵の未公開カットを収録。今回は海へのドライブデートをテーマに、車の中で水着に着替えるカットや黒いビキニ姿でビーチを走り回る無邪気な様子、ピンクのチューブトップビキニ姿のお風呂ショット、布団の上で艶っぽく見上げる姿などを披露。他にも、やんちゃに笑うカットや、アンニュイで落ち着いた表情の迫力バストが映えるランジェリー姿など、小塚で愛くるしいボディが印象的な一冊に仕上がっている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。